メーガン・デュハメルは、カナダ、オンタリオ州出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、エリック・ラドフォードなど。夫は、フィギュアスケートコーチのブルーノ・マルコット。主な戦績は、2018年ピョンチャンオリンピック銅メダリスト。2015年2016年世界選手権優勝。2014年グランプリファイナル優勝。 2013年2015年4大陸選手権優勝2014年ソチオリンピック団体戦銀メダル2018年ピョンチャンオリンピック団体戦金メダルビーガンである2014年7月にコーチのブルーノ・マルコットと婚約2015年6月5日バミューダで挙式をした2018年6月9日に 彼女の功績を称え、出身長の通りの一つが、メーガン・デュハメル・ドライブと名付けられた。2019年10月、第一子となる女児を出産した。2011四大陸選手権3歳でスケートを、はじめ、女子シングルの選手として、活動を続ける。2004年からは、ライアン・アーノルドとペアを組みつつも、女子シングルとペアを掛け持ちした。女子シングル選手としては、 ジュニアグランプリシリーズのクールシュベル優勝や、ジュニアグランプリファイナル進出の実績があり、自己最高得点は152.40点だった。2007から2008シーズンより、クレイグ・ブンタンとペアを結成し、ペアに専念。同シーズン、ネーベルホルンハイデン2位。翌シーズンには、エリック・ボンパール杯にて、グランプリシリーズ初の表彰台に立つ。同大会の FS では、 デュハメルのエッジが分担の手の甲に接触し流血、演技を中断するハプニングがあった。カナダ選手権では2008年に3位、2009年に2位となったが、2010年には3位に止まり、地元カナダ開催の2010年、バンクーバーオリンピック代表には届かなかった。同年の4大陸選手権の3位を最後に分担が競技から引退。 2010から2011シーズン、新たにエリック・ラド・フォードとのペアを結成した。スケートカナダでは出場した3組のカナダペアで一番下の成績だったものの、カナダ選手権では2位となり、4大陸選手権と世界選手権の代表に選出された。4大陸選手権では SP で3回転、ルッツ、FS で3回転フリップのソロジャンプを組み込んだ。 スロージャンプでも、ルッツとフリップを入れる、高難度の構成を、ほぼミスなく滑り切り、新結成のペアながら銀メダルを獲得した。世界選手権の SP では、ツイストリフト中に、ラドフォードの鼻に、肘が当たり、鼻血が出たものの最後まで演技をしな,ない総合でも7位となった。2011から2012シーズングランプリシリーズは、 スケートカナダとエリック・ボンパール杯で3位となり、初めて、グランプリファイナル進出を果たした。また、カナダ選手権でも初優勝。4大陸選手権では、SP ので遅れが響いてメダルは逃したが、世界選手権では、自己最高の5位入賞となった。2012から2013シーズン、グランプリシリーズは2戦ともに2位、グランプリファイナルは、 前年より順位を一つ上げ4位。カナダ選手権では2連覇。4大陸選手権では ISU 主催の大会で初優勝。世界選手権は SP、FS ともにパーソナルベストを更新し3位。5年ぶりにカナダに世界選手権のメダルをもたらし、4年ぶりにカナダの出場枠を3枠に増やした。2013から2014シーズン。 スリーシーズン連続で、スケートカナダとエリック・ボンパール杯に出場。グランプリファイナルでは5位だった。カナダ選手権では3連覇。ソチオリンピックでは SP に出場し2位で、銀メダルを獲得した。世界選手権では、SP、FS ともにパーソナルベストを出す演技で2年連続の、銅メダルを獲得した。2014から2015シーズン、スケートカナダで、 グランプリシリーズ初優勝。NHK 杯でも優勝した。グランプリファイナルでは、スロー4回転サルコーを初成功。カナダのペアとしては、ジェイミー・サレー、デビッド・ペルティエ組以来13年ぶりの優勝を果たした。カナダ選手権は4連覇、2年ぶりに、出場の4大陸選手権でも優勝。世界選手権では、SP1 位。 FS1 位の完全優勝を果たした。2015から2016シーズン、グランプリシリーズで2連勝。連覇を狙った、グランプリファイナルでは2位だった。カナダ選手権では、最多タイの5連覇。4大陸選手権では、体調不良を理由に FS を棄権した。世界選手権では、連覇を果たした。カナダペアの連覇は56年ぶりのことである。 2016から2017シーズン、グランプリシリーズでは3シーズン連続で、スケートカナダと NHK 杯で連勝した。カナダ選手権では、史上最多記録となる6連覇を果たした。世界選手権は、ラドフォードの右股関節の痙攣を理由に3回転、ルッツを外して挑んだ。SPFS どもに7位、総合でも7位で5年ぶりに表彰台を逃した。 2017から2018シーズン、長年支持したチャードゴーチへと他元を分かった。そしてブルーノ・マルコットをヘッドコーチに据え、ジョン・ジマーマンとジョン・ケアのサポートを受けると発表した。スケートカナダで優勝。次戦のスケートアメリカで3位となり、7年連続の出場となったグランプリファイナルでは3位だった。 カナダ選手権では7連覇を達成し2大会連続の五輪出場を決めた。ピョンチャンオリンピックでは団体戦で SP2、FS1 位となりカナダチームの金メダル獲得に貢献。団体戦ペアフリーのわずか3日後に行われた個人戦では SP3 位につけた。FS では五輪史上初めてスロー4回転サルコーを決め。 自己ベストに肉薄する153.33をマークして2位となり、総合3位で銅メダルを獲得した。4月25日に正式に引退を発表した。詳細詳細。ありがとうございます。